それがしは青き月影のごとく、親方様は燃ゆる日輪のごとし。恋は散り降る花のごとく、心はほの暗き森のごとし。宿敵は雨かける竜のごとく、戦は我が人生のごとし。それがしの名は武田信玄が軍師、山本勘助である。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。勘助が甲斐国へ初めてやってきたのは天文4年のこと。まだ大林勘助と名乗り諸国を放浪する浪人者に過ぎなかった。その年甲斐の国は飢饉であった。兄やん、戦くんけ。おい、行ってくれ。
戦行っても敵の大佐の首でも取らにゃうめえこともねえわに。首が取れなんだら兵糧でも武具でも何でもぶっ取ってくるな。敵の領地まで行けや何取りもできるなに。みつ、お前は用心して待っとれ。誰じゃ、何をしとるだ。旅の者じゃ。すまんが、食い物を恵んでもらえるか。食いもんなんかねえでごいすよ。食えそうなもんしか口にしてねえらに。食えるわよいのじゃ。どっから来たでごいすか。今日の方より。みんな戦行くのか。盗みに行くずらよ。盗んだもん身につけて食ったらすぐに出ていくがいいでごいすよ。どこで戦になるか分かれしねえらに。ああすまんな。そりゃ、どんな神様でこいす？ああ、俺か。マリシテ、戦の神じゃ。その頃の甲斐の国主は武田信虎、信玄の父である。信虎は甲斐一国を統一し、さらに勢力を伸ばそうと駿河の今川、それと同盟する相模の北条、その二大勢力と敵対していた。ことに今川は駿河、遠江を治め、三河にまで進出していた大国であった。このまんま突き進め。待て。深追いすれば死ぬぞ。この先敵の伏兵が待ち構えておる。たかが小競り合いで死ぬことはなかろうて。小競り合いだと。ほらお前、待て待て。敵も味方も総攻めは仕掛けてはおらぬ。差し詰め敵は暗い詰めじゃ。何だと。暗い詰めっちのは何だ。敵はおよそ15,000、武田はせいぜい5,000か。今川はその数を武田に見せつけ兵を引かせたいのじゃ。このまま小競り合いを続け退陣が長引けば、甲斐の親方様必ずや兵を引くことになろう。親方様が負けるっちゅんか。許さねえぞ。ああ待て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 。お主、百姓が死ぬことはなかろうって。いや、何者だ。ただの浪人者だ。主らの陣場に話し、主らの大将は誰じゃ。強いか。おお、何
何をする。ああ見当違いだ。武田は今川と対陣し、すでに数日が過ぎていた。暗い爪には奇襲を取るが上策であろうな。夜襲を仕掛けまするか。荻原常陸介が生きておればそう申すであろう。荻原に死なれてからは我が本陣は口を失うたようじゃ。荻原常陸介とは信虎の右腕ともいえる参謀であった。信虎はその軍師的存在を失っていた。親方様申し上げます。今川氏で相模の北条に援軍を来い。北条氏綱明朝にも小田原城を出陣との知らせにござります。今川め、我が軍勢を万座に引きつけておき、背後の軍内より北条の援軍を攻め入らせる策であったか。してその数は。数はまだ定かではありません。前島、その知らせ、そちの物見によるものか。恐れながら敵の物見によるものにござります。どういうことじゃ。敵の武将串間越前守殿、我らに内応してござりまする。何、串間。串間といえば飯田川原合戦の総大将串間上総介の同族。我らが旧敵ではないのか。よもや今川にたぶらかされておるのであるまいの。串間殿は今川家の家督を氏輝が継いだ折より我が前島家と密かに吉見を通じて参られた。頼りない主君に逆心を抱いたか。前島、用意した。はっ。北垣、使い番を原美濃が元に走らせ、そちと共に軍内小山田勝沼勢に合力させ。はっ。使い番。はっ。今川氏輝、聞き死に勝る臆病者じゃ。今川の患者か。この首伝助にくれてやる。お待ちください。そのわし患者ではござらぬ。ただの浪人者にござる。浪人だと。名は何と申す。大林勘助。こたびの戦に出くわし、ぜひともお味方にお加えくだされたくお願いつかまつる。元はいずこの家臣じゃ。いずこにも仕えておりません。三河を出て15年、諸国をへめぐり修行中の身にござる。三河の生まれか。ならばなぜ今川につかぬ。強き方に味方するは浪人者の常にございます。その顔はどうした。見せろ。お主目をやられておるのか。幼き頃に疱瘡を患い見えぬようになり申した。足も引きずっておったようじゃが、その目その身で何を修行していたと申すか。兵法の奥義にござります。ばっ。よう言うな。見ろ、主の兵法など戦では何の役にも立たぬわい。申してみよ。その赤眼で敵の動きどう見たか。敵方の足軽がお味方の陣に駆け入るところを見申した。
の武将にお味方に内通する者あらぬとも限りませぬ。何？この語り物めが裁判にございます。申し上げます。北条の援軍明朝にも小田原を出陣、北垣様と共に軍内勢に合流せよとのご下心ございまする。明朝だと？出陣する前になぜ分かった？はっ、今川方の福島越前守殿、我らに内容したとのことにございまする。軍内へ合力せよとの下旨、相分かった。はっ、兜を持ってまいれ。はっ。デスケ、この者の命しばらく預かって。はっ。すぐに板垣様が元へ参る。動け、武士らは体を休めておくのじゃ。はっ。動け。次は北条が相手か。おい、平蔵、平蔵。はいはい。あの浪人者はどうしたんだ？あれ、さっきまであそこで寝てたんだけどな。ぐっすりな。バカめ。イエス。平蔵。今川のやつら乱取り始めたら、川を北の方へ向かっとるのに。おびえ起きろ、行くぞ。起きろ。その頃、戦に出た農民や浪人たちは自力で兵糧を調達しなければならず、敵地であれば一帯の民家を襲った。これを乱取りと呼ぶ。凶作や飢饉に苦しむ百姓たちにとってはまさに食うための戦であった。待て！嫌じゃん！おとなしくぜ。嫌じゃん！なんじゃ！駿河の浪人か。お主もただのネズミではねえな。
つや。待て、よせ。おい、待て。おい、やれ。原殿、俺は京来氏殿、ご苦労にござる。北条の援軍が攻め寄せてくると聞いたが。さようにござる。明朝我ら軍内へ向かい申す。この地は京来氏殿の向川衆にお任せ申した。はい、分かった。ところで、物頭の赤部下野守殿をお見かけせなんだが。いや、赤部殿がいかがいたした。ゆうべ陣から消え申した。この先で今川の増兵による乱取りがあったようだが。まさかまた足利癖を出されたか。気がついたでごいすか。アニアンから聞いたんだけど、お宮様は諸国を旅するご浪人様なんでごいすか。アニアンと誰じゃ。デンスケアニアンでごいす。あの者の妹か。ミツでごいす。裏を助けてくれたで、アニアンもお宮様にはありがたく思ってでごいす。そちが手当てしてくれたのか。出会したことはなかったずら。だけどお宮様、あんまし剣術は強くにゃな。なぜじゃ。ほんだけ傷があったら生きてんのが不思議だよ。アニアも戦で傷があるんだけど、そこまでアニアら百姓のアニアよりおいらに。己一人の武勇など戦で勝つには何の役にも立たん。腕自慢はすぐに死ぬ。おめえ様も死にかけたでにゃか。着物を洗おうで、アニアンのカスズラ。デンスケはいずこじゃ。水場でみんなと寝ずの番をしとるらに。デンニー、本当に大丈夫だか。ミツヤン一人で。あん体じゃ何もできやしねえらに。どうしてわかるだ。平蔵は蜜を吸いとるらにな。けど蜜はお侍屋を吸いとるらに、平蔵には花も引っ掛けねえら。うるせえ。裏も手柄を立てて侍屋になるんじゃ。どうしたでごいす。眠った。ミツの母親も乱取りで殺されたずら。ミツはまだ4つで、ミツを助けるのがやっとだったら。今川が飯田河原まで攻め込んできた時ずら、わしらの音やマニアンもその戦に行って新人モーターだ。お前はそれでも戦行くのか。戦でも行かなんだら甲斐の百姓は生きていけねえだ。いや、んで、あんでここへ来たら。三河へ帰るためだ。迎え帰るだか。わしもそろそろ仕官せねばならんでな。継がねばならん家があるのじゃ。なれどこの身
手ぶらでは仕官も容易ではなかろうて。三河で今川の家臣になるっちゅうのか。ただの家臣ではない。陣取り城取り、わしは軍配の道を極めたいのじゃ。主に言うてもわからんだろうな。わからにゃ。敵じゃ。運命の男つらい。なんじゃなんじゃなんじゃ。俺どけこら、お前どけこら、俺赤部様、赤部様でこいすか。ほうじゃ、物頭の赤部様じゃ。武田の家臣か。ここで何をしとるでこいつ。ん？いや、見回りじゃ。うん、嘘じゃ。裏が寝とったらのっかかってきたんだ。何を申すか。お主、このわし覚えておろう。タケ、このわしが乱取りしたと申すか。申してみよう。このわしを誰じゃと思うておるか。武田家直臣、赤部下野守の神ぞ。わしは賊から主らを守るためにここにおるのじゃ。それをなんじゃ。おい、けんど三つは。三つがなんじゃ。その名は わしを誘うてきたのじゃ。兵糧を恵めと言われてな。まあ実を申すと、わしとその女は前から通じておる。わしは時折忍んでここへ来ていたのじゃ。それを今になって拒むとはどういう了見じゃ。三つ、いや嘘じゃ。いや、にもそんなお侍がおったよな。嘘じゃ。もう隠さぬでもよい。三つ、これから堂々とわしに報告せ。三つやんは、そんなにおさむりやすいとるらか。平蔵やん。嘘じゃ。それにうら、うちまたいでけえ腫れもんがあるでよ。言ってやし恥ずかしいし、男を近づけんのじゃ。いやいや、腫れ物あったが触りはなかったぞ。したりじゃ。そんな腫れ物ねえらに。あ、もう。やれ。待て。この者を殺したところで、それが知れたらこの村はただでは済まんぞ。けんどこのまま逃したら。それもまずい。この者はいずれそなたらを殺すであろう。どうすりゃいいだ。そうじゃのう。とりあえず縛って隠しておくのじゃ。お前じゃ。
しとるか。原様はとっくに山中へ向かわれたぞ。北条が攻め込んでくるのだ。急げ。山中。ここは甲斐の鶴郡山中。武田の別部隊が北条軍の侵入に備えていた。よしよし、小田原どもに地層するもがり落としじゃ。そりゃくがあっては甲斐の名俺ぞ。もがり落としは相模との国境鹿児坂峠と山中湖畔の陣との間に仕掛けられた。信虎が今川軍と対峙している万沢口は富士を挟んだ反対側に位置し、二つの戦場から幾山を隔てたところに武田の本拠地甲斐府中があった。チサシュリシュリソハジャソハジャセチギャセリエソモコ。勝千代はここにいたのですか。父上のご分を祈っていたのですか。母上、甲斐の領民は今年も飢餓に苦しんでいると聞きまする。かような時に長陣いたせば飢饉はますます深まりましょう。国を富ますために他国へ目を向けるのも乱世の習いでありましょう。兵は軌道なり、戦は所詮騙し合いだと孫子は説かれておりまする。父上のように策も講ぜず、ただ強敵に抗うのでは兵をいたずらにかき集め年貢も増やし続けなければなりませぬ。書物から尻への戦の道を父上はご存知なのです。そなたも来年になればそのことを目の当たりにいたしましょう。その折こそ父上から学ぶことも多いはず。今はいたずらに口を挟んではなりませんぞ。2000の兵を率いて山中湖畔に陣取るのは勝沼信友、信虎の弟である。勝千代は息災であるか。はあ、来年はいよいよ元服召されますゆえ、ますます文武に研鑽されておられまする。至聖人の肖像を作り日夜礼拝するほどと学問への執心ぶりは聞き及んでおるぞ。死の義州元白和尚が舌を巻かれるほどにござりまする。それは良きことじゃ。武芸の方もそなたが盛り役であれば安泰であろうの。なめそうもないことでござりまする。ただ、うん、親方様はその学問へのご執心ぶりをいささか疎まれておられるように存じまする。兄者が出来の良いせがれを切ろうておるか。面妖なことじゃの。はされど分からぬでもない。兄者は武力を重んじる主君じゃ。重視で家督を継ぎ身内に計られ、いわば戦によって育てられた。その戦で屈服させた同族の娘を正室とし、あの勝千代が生まれたのだ。兄者の人生はまさに内憂外患、合戦続きじゃ。はあ、なれどその武力で統一されたこの甲斐の国、思慮深き者に継がれてこそ兄者の苦労も実を結ぶというもの。案ずることもなかろうが、この戦が終わればわしから兄者を追い覚めしてみようぞ。勝沼様、何とぞ
お願い申します。うん、赤部が消えた。は、三日前より陣中より姿が見えぬようになってござります。どういうことじゃ。は、三日前の夜といえば今川の乱取りがあった日にござりまするな。まさかやつめ、今川の増票に討ち取られたと申すのか。いえ、恐れながら。さては武田に反旗を翻したのか。今川の軍門に下ったのじゃ。恐れながら申し上げまする。して側近のその方らは残ったのか。武田に残って今川の患者となったか。違いまする親方様。主人の罪は家来の罪じゃ。軍内からの知らせはまだか。籠坂。このままずっと会いにいたらいいずら。なあ勘助は人の首をはねるところを見たことあるのか。見ただか。見た。恐ろしかったろう。人のすることじゃねえらに。恐ろしくはない。見れば恐ろしくはなくなる。武士にとっては虫を潰すがごときじゃ。それも人だとようわかる。紛れもなき人の習いじゃ。さすれば人に仏の慈悲など求めぬようになる。用心深くもなる。要するに寿命が伸びるというわけじゃ。何事も己の目で見ることが大事なのじゃ。なんだかさっぱりわからんよ。お前が物の符を好むのもわからんな。うら、役所が嫌じゃ。戦に行っても行かなくても虫みてえに死ぬずら。つまらねえだよ。うら、おさみれあの嫁になりてんじゃ。かんすけ、うらも一緒に連れてってくれにゃか。うらも連れてってくれよ。お前はわしの目見て何とも思わぬか。恐ろしくはないのか。見えない目が恐ろしいのけ。わしに近づこうなもは一人もおらぬ。なんで裏を助けてくれただ。お前を助けたのはこのマリステンだ。わしではない。おかげで傷も癒えた。見て。三河へ帰るらか。その前に山中に合戦を見に行く。相模の北条をその戦ぶりも見てみたいな。こっちは連れて行かぬ。戦へ行くんじゃ。ああ、戦を見に行きてえだよ。バカを申せ。うら、目の前でお母やんを殺されたが、姉やんはかどわかされたんじゃ。うら、
戦がおとろしいだよ。おめえ言うたでねえらか。このまで見たら恐ろしいもんはなくなるってよ。言うたずら。うら、戦が怖えだよ。見てえだよ。物見はまだか。のろしはまだ上がらぬのか。北条はまだか。民謡至極にござる。もう待てぬ。拙者兵を引き連れて山へ向かい申す。待て。もはや知らせなきが知らせじゃ。北条の軍勢はもうすぐそこまで来ておる。ただの百姓でこいつ。ここで何をしようか。山中へ来るところでこいつ。その目どうした。疫病にかかって潰れたでこいつ。よい、それ。女は置いてけ。置いてけ。勘助。達者で暮らせや。達者でいられるわけがねえずら。戦を見に来た。ミツオ。知らん。旦那にはおめえは死んだと言っただわ。三河へ来やれ。二度と帰れば来るだ。それよりおかしいぞ、伝助。何がおかしいだ。北条じゃ。この身を皆殺しにする用心深さを見せながら、この寄せてはあまりに油断しておる。後ろじゃ。
北条は後ろから攻めてまいる。なんじゃと。天助、旦那に知らせるのじゃ。手柄になるぞ。早よ行け。天助よ。板垣様、親方様の援軍を待つまでもありますまい。北条勢は回想し始めてございます。一気に本陣まで攻め入りまするか。いや待て、下船。旦那様、後ろ出ます。北条、後ろから隣に。天助、見ろ。はっ。ここを主に任す。よっさー。立ち止まったろ。浅沼の湖じゃ湖でござるぞ。後ろだ、後ろでござる。わずか2000の兵で8000の我らに正面から立ち向かうとは、甲斐の武田、打つ手を知らぬ愚か者というほかござりませぬ。侮るでない、氏康。甲斐は小国ながら強い。よくよく弓は強ければこそじゃ。あれで計りごとに強き側近でもおれば、いずれ天下に号令をかけんとする軍勢にもなろうぞ。戦場図と見受けたり。武田のやっぱら二月とは持つまい。北村様、早間のようですが。深手を追っているのか。馬を止めてやれ。これ裏にくれにゃらか。これは高野山に参籠して得た守り本尊じゃ。みだりに人に授けることはできん。地獄へ落としても拾いに行かねばならんものじゃ。地獄なんちゅうもんが
本当にあるらか。いずこにもある。うら、いい嫁になるらに。その目印、ちょうだい使わせる。これが戦じゃ。富士の梨の木平に草に行った時、この花が山に咲いとるのを見たんじゃ言うとった。初めて草に行った時ずら、初めて人を殺した時ずら、戦で何とも思わんかったんけんど、夜になってこの花見たら悪いことしただなって、そう思えただよ。勘助、戦で人を殺したときゃ、こうして花を摘んだと思えやいいずら、恨みがあって殺したんじゃねえらに、そう思えるらに。この花は人の暗い心にもまた咲くずら。
裏には見えるらに。勘助の中に咲いてる花は本だから、本だから。勘助は怖くねえらに。待っとるじゃん、地獄で待っとるなに。かくして勘助は赤部下野守の見印を土産にふるさとの三河牛久保へ向かった。風林火山、その旗はまだこの世に存在もしていなかった頃の話である。父上を恨んではなりませぬぞ。父上、勘助、ただいま帰りましてございます。勘助、武士の道を捨てるのだ。よいな。まだわからぬ。この勘助を今川家の悲願に。そっちも勝手に動けてないぞ。誰じゃ、誰に頼まれた。山梨県甲府市、諸国を放浪していた山本勘助が武田晴信、後の信玄と運命の出会いを果たした地です。今武田神社が立つ場所には武田氏が三代63年にわたり暮らしたつつじヶ崎館がありました。館の北東には戦に備えた山城が築かれました。晴信はここで生まれたと伝わります。晴信を支えた武田24将の中に足軽大将山本勘助の姿があります。勘助の活躍は江戸初期の軍学書甲陽軍鑑に描かれ広く知られるようになりました。戦国の雄武田氏の本拠地甲府、ここから勘助は晴信の軍師として共に天下を目指します。